新三国無双6神殿実況プレイ、私実況者の京都と申します。今回からね、新三国無双6の、神殿をやっていきたいと思います。それじゃあね、始めていきましょう。ね、ストーリーモード、こちらの義五食と、まあ三つクリアしたわけなんですが、そして、ね、最後の下にある神ですね、こちらをやっていきたいと思います。いよいよね、三国の物語もいよいよ最終章である神にやってきましたね。果たしてどういうね結末を迎えるのか、じゃあねやっていきましょう。これまで通り難易度は難しいでいきます。敵は城より出て布陣、全面の防御を固めています。城から出て我らを防ぐとは愚策の極み。シオ、お前はおとりとなって南を攻めよ。今日は敵が死の部隊に釣られたらその背後をつけ。それじゃあね、始めていきましょう。まずはね、恒例の装備チェックですね。付箋は得意ですね。これがいいのか、これだな。攻撃、何がいいだ。こんなところでもたついてたらね、日が暮れるのでね、さっさと決めましょう。何がいいんだ。あったあった、大事不詳強化、これでいいっすね。第二武器何にしよう。何がいいんだろうな。まあ軍師キャラだからね、まあそれに見合った武器がいいと思うんですけどね。本当何がいいんだろう。まあ思いつく武器がなかったら、まあ定番の刀でいきますか。移転の剣とかも出してみるか。データ的に。これでいいか。じゃあ、これでいきましょう。じゃあね、他の人の話を聞いてみますか。第一兵卒発見。俺には、稲助がいるんです。彼女と、どう接していいかわからなくて。確か、芝居殿のご子息にもお相手が、俺と同じように悩んでいるかもしれませんよ。確か芝居殿のご子息にもお相手が、俺と同じように悩んでいるかもしれませんよ。
へえ、そいつは羨ましい話ですよね。まったく。確か芝居殿のご子息にもお相手が、俺と同じように悩んでいるかもしれませんよ。ああ、そんなんで悩めんだったらね、幸せですよね。さてと、加工派殿は名将加工園殿のご長男、活躍が期待されますな。おお、これがね、加工園の息子、加工派ですね。お前、こんな鎧着てくるんじゃなかったぜ。いや、鎧着たら重いですよね。確かに。これ聞きますか。加工派殿は義の名門加工一族の一人、芝一族には煙たい存在なのでは。どうどうと言っちゃうな。この人は伝令ですね。赤い印の人に話しかけると戦が始まります。ここではしばし様が赤い印をお持ちです。ほう、まあ、これはおなじみですね。第1話で知らせてくれるんですけどね。赤い年齢の人を印の人に話せば話が始まるというのね。こちらの人は切りますか。高尊園小物芝居殿の手にかかればひとひねりですな。ほう、言ってくれますね。しかし高尊園は何を勘違いしたのやら、猿王になどなれるわけがないのに。ほう、まあ、っていうことは自称猿王ってことですか。話を聞きましょう。高尊園、とんでもない男だな。義を裏切り猿王などと自称するとは、なんと強欲なことよ。ずうずうしいにも程がある。で、今の会話でね、こちらの加工医ですか。加工医は確かね、加工医の息子で加工派の弟ですね。ここにも切りましょう。加工医殿は加工派殿の弟です。ああ、言ってくれてだ。古順殿は経験豊かな武人です。こたびの戦いもご活躍なさることでしょう。おお、まあそれは期待しておきましょう。おや、芝居殿、今のは聞かなかったことに。ん？何のことかな。芝居殿、今のは聞かなかったことに。でも聞いちゃいましたからね。おや、ここにも人が。見つかってしまいましたか。物陰が落ち着くんです。見つかってしまいましたか。物陰が落ち着くんです。ああ、そういう人もいますよね。一人でこういうのにいる方が落ち着くって人、まあたまにいますよね。この人まだ聞いてない。芝氏殿は天下で貧困を法制、芝将殿は奔放でやる気がない。果たして巷の評判は本当ですかな。果たして巷の評判は本当ですかな。なんかくっきりと分かれましたね。芝居殿の芝居がかった笑いの真似だよ。どうだ、似てただろ。ああ、お許しを。ご本人だとは気づきませんでした。ヒヨンソ。ああ、お許しを。ご本人だとは気づきませんでした。本人の目を前にしてね、こんなシャレをね、言えるとはさすがですね。他聞いてないよな。
あ、こいつらは大丈夫か。さあ、義の勇者たちよ、奮い立つのだ。裏切り者を撃つ。義の勇者ですか。あ、義の勇者といえばね。残るは貴様ら葬儀のみ。今の俺を突き動かすのは宿命ではなく正義の炎。馬毛騎参る。関ヶ原は我ら東軍の城。天下の流れは決した。家康様に逆らった愚かな上杉に思い知らせてやれ。義なき敵に対する上杉の兵を要求せよ。敵将、敵と使い、お見事にて勝負。敵とは今戦う力をくれるのだ。敵将、討ち取ったり。お見事でございます。敵将、討ち取ったり。お見事にて。家康、貴様の野心これまでよ。殿下には貴様の思い通りにならぬこともあると知れ。政宗、上杉はお主に任せたはずだが。よくもわしに恥をかかせおったな。いざ向かわん。いざ尋常に勝負。トリガーを追撃するなどありえぬ。たまにはわかるか。我らの寄ってたつは義のみ。急ぎ火薬を運び出せ。俺移るぞ。
の鉄砲隊が。バカめ、どうしてくれる。バカめ、まだ負けが決まったわけではないわ。いかに卑劣な輩も正義の槍の前では無力。意義ある限り麦がまかり通ること許されぬ。真偽なき者滅せるまで戦い続け。この武原義のために。まあいいや。手柄の一つも立ててみたいものです。裏切り者のおかげで無用な戦が、私は戦いたくなどなかったのに。まあそう思う人いますよね。裏切り者のおかげで無用な戦が、私は戦いたくなどなかったのに。これはさっきの伝令で、だいたい聞いたかな、こっちの方は。これは聞いたか。じゃあ、だいたい聞いたんか。じゃあ、こいつに聞いてみるか。ショウ。そう怖い顔しないでくださいよ。準備ならとっくにできてますって。まあいい。このような戦、どうせすぐに終わる。まったく、機嫌が悪いってな。ああ、いえ、なんでもありません。ほう。なんでもないっていうのか。まあこんな感じなやつなんですけどね。まあ見せてあげないでください。じゃあ、まあ準備整ったんで話していきますか。シオ、お前は高尊炎という男をどう見る。ボング以外の何者でもありますまい。この戦、すでに勝利は見えています。しかし、すぐに新たな乱が起こりましょう。呉は孫権を中心に結束していますが、魏と蜀はかつての英雄たちを失って久しい。国の内も外も均衡が崩れた状態です。誰が火種となってもおかしくはありません。その通りよ。全くくだらぬようになったものだ。行くぞ。この戦、早急に終わらせる。死は手はず通り南方より攻めかかる。敵の目はそれで引きつけられよう。今日は東側に布陣せよ。強気してやろう。敵の防備が薄くなり次第心をかけるのか。強気してやろう。父上、高尊炎はそんなに大したやつですか。わざわざ俺らの戦いやることは思いませんよ。不勝利。時には素晴らしい戦をせねばならぬ。責任ある立場とはそういうものだ。いつ志を持て。己を信じ、不勝利を引き寄せるのだ。戦い始まったんですが、まずはあの印ですね、西側、まあ、南側の陣を攻めろということで。向かってますね。
片付けていきますか。二人撃破しましたね。まず南砦制圧。領地を制圧したら進軍を止めよう。その場で敵を挑発し誘い込め。張り合いのね敵だ。寝てても勝てるぜ。奴らを臆病風に触れて逃げちまったか。まあ、たわいもない挑発でしたが。よし。あ、敵が来上がったな。しょうがねえな。よし。ここで敵片付けていくか。勝利。よし。まあこっち側を片付けていっていいのかな。まあこっちの敵を倒せってね、なっているんで。よし。こっちの向かって大丈夫なのか。まあこっち側敵いるけど、反対側から回れってか。とりあえず。まあこの3箇所から落とせばいいってことですよね。ここじゃあ落とすか。もう確保砲とか攻めてますね。あ、後ろ後ろ後ろうわはははって後ろってやってもしょうがねえだろう。潰していきますか。よし。勝利。もう行こう。あっさり勝ってきましたね。よし。
じゃあこっち側、反対側回りゃいいかな。おい、やられてんじゃねえかよ。え、ここ降りれねえ。あ、降りられない。しょうがねえな。こっちから行けるかと思ったんやけどな。しょうがない。反対側から回りますか。あー、あっち押さえろってか。邪魔くさいな。結構忙しいシナリオになりそうですね。よし、こっち変えよう。まあ、とりあえず、あ、ここ行くか。よいしょ。持ちこたえてくれるとありがたいんですけどね、あれですね。ようやく到着しました。やられてんな。私の知略に勝てると思いが。よし。しょうがねえな。失敗した。よし、歩兵部隊撃破しました。じゃあ東側行くか。少年よっ、タイム。逃がしはせんぞ。よし、アイテム回収しましたね。確実に兵は潰す。嫌がった嫌がった。大体ここは片付いたかな。うん、よし。陥落したってか。しょうがねえ、取り返すか。とりあえずここを落とそう。よし、
これどっから辺から行けたと思うんですけどね。あれどっからだっけな。こっから行けますね。勢いあんな。もう制圧しちゃいましたし、こっから行ける？ああ、降りる方から、降りる方オンリーかもしれませんね。登る方は無理か。しょうがない。戻ろう。じゃあ我々はこっちが東側から攻めるか。うん、こいつらか。よし。中央砦で制圧しましたね。じゃあ、はい、堂々と東から行きますか。あったあった、ここだ。まあ、最初のシナリオですからね、そんな難しくはないですけど。どっか、登れるとこあっかな、あったと思うんですけど。あ、みんなガンガン倒しちゃうな。はい、到着。確かね。どこだったかな。ここら辺だったと思うんですけどね。ないか。どこだったかな。どこかに天使があったと思うんですけどね。これだったかな。あんまりはっきり覚えてないんだけど、違うみたい。まあ、どこかにあったと思うんですよね。とりあえず先進めるか。とにかく無限地でしょ、うぜえな。さっさと行くか。とにかく城内へ行きましょうか。戦の最中に考え事です。大吉な敵であることは否定しません。諸葛亮との戦を思い出していた。我が英知を傾けるには関しては戦に。こいつか。お前ら行くぞ。敵を残らず叩いてやれ。というわけで倒していきましょう。よし。私も鼻が高いです。
しはせんぞ。降参いたしますゆえ、何とぞご容赦を。反乱を起こしたこと、それ自体は大した罪ではない。貴様の最大の罪は反乱を起こす才があると思い込んだことだ。己の器を知らぬボングが。メッセ、バカ殿の乱突き騒ぎが繰り返され、虚しき世だ。よもや我が才を持て余すことになろう。